オラーツヨ・オ・ファルネーゼは、パルマ公、ピエール・ルイージ・ファルネーゼと妻・ジェロ・オラマ・オルシーニの4、男、末息子。第三代カストロ公爵、バレンターの女王で生まれる。3人の兄のうち、アレッサンドロとラヌッチョは、数奇教となり、オッタービオは父から、パルマ公位を継承した。1543年、12歳の時に、フランス宮廷に送り込まれる。これは、 第五次イタリア戦争において、フランス側と皇帝側の両方との結びつきの均衡を図ろうと、スルファルネーゼ家の家権拡大政策の一環であった。4年後の1547年6月、祖父の教皇パウルス三世と、フランス王アンリ二世の特使との間で、教皇の孫オラーツヨと、フランス王の書室の娘ディアーヌド・フランスとの婚姻契約が成立した。オラーツヨは、 家領のうち、カストロ公領の相続権を認められ、2万5千駅の年金をも約束された。同年9月当公爵が暗殺されると、パルマ行為を継いだに、オッタービオに代わって、カストロ公爵となり、また教皇庁のローマ市長官職を与えられた。1549年パウルス三世が亡くなり、ファルネーゼ家のパルマ領有権が不安定になった関係で、 オラーツィオも1551年市長官職と公尺量を失う事態となる。カストロは差し押さえられ、教皇庁の軍隊が駐屯、占領した。1552年、新教皇ユリウス三世とファルネーゼ家との講和条約締結に伴い、オラーツィオはカストロ皇に復帰した。オラーツィオとディアーヌの婚礼は1553年2月14日にパリで行われ、 花嫁の父アンリ二世の費用負担で豪華に祝われた。同年夏、第6次イタリア戦争の最中、オラー,アーツィオは、フランスネーデルラント国境地帯アルトワ地方のエダンの牢城群に配備され、皇帝カール5世の同盟者サボヤ公、エマヌエーレフィリベルトの包囲攻撃からこの町を守る任務についていた。1553年7月18日、オラー,アーツィオは戦闘中に、 アルケブス中の弾丸が当たり絶命した。21歳だった。妻は解任しておらず、後継ぎがないため、カストル公領はニーオッタービオの所領に戻された。ありがとうございます。